え、忍みなお見いまいす。皆さんおはようございます。えー、はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天皇様、この証の時はありがとうございます。どうぞこの礼拝の中で必要な言葉を与え、とともに分か,ち分かち合うことのできますように、どうぞ導いてください。イエスキューストに何によってお祈りいたします。アメン。えー、皆様のお祈りを本当に心から感謝いたします。えー、白馬スネルゴイキャンプですね。主婦されて帰ってきました。お祈り感謝いたします。えー、っと、 まあスネルゴイっていうとキリストにある道路者ということで、えー、まあえっと今回この、まあ、冬の白馬キャンプ、えー、って言われてますが、あのー、まあ賛美やカリスマの働きを中心的に学ぶんですがこう聞くとなんか。 あなんだ献身者向けじゃないかみたいなふうに思われるかもしれないんですよ実は私はですねこの冬の白馬キャンプの方があの個人的にはです、ね、夏よりもあの忙しくなくてですね神様と交わる時間がです、ね、ゆっくり打てるんですね夏はどうしても賛美大会があるのでそれでほぼ時間が費やされると思うんですけども、まあ、冬の方は映像祭た賜物のの学びっていうことからとともに本当にこのその中で 人混わる時間っていうのが、まあ、まあ、プログラム的にも時間が、そういった時間があるので、あの、すごく恵まれるキャンプだなと思って、毎、ま、年、あ、楽しみに行っていまして、今年もあ行くことができて、本当に感謝しております。で、まあ、まあ、先ほど、まあ、ちょうど、ちょっとえー、ありましたまあ、ダイジェスト、あ、ダイジェストでえっと、教会キャンプの CM 流されましたけども、 あの映像祭が2日目に持たれるんですね。映像祭をやっている目的というのは、まあ、はっきりと、まあ、もちろん、えー、とキリストの福音を述べ伝えるために映像を通して人々にたくさんの人々にあの神様を知ってほしいということで具体的な目標としては今映画を制作しようということを市の十字架全体ではこの映画を制作するために今この働きをしているわけなんですね。で、えっと、すごくいろんな作品が出てきて楽しかった,楽しかったんですけども。まあ あのさん協会キャンプの CM は8月9月ぐらいに作ったものなので、まあ、だいぶ前、古いものでしたで、まあえー、一応部門としては1位になったんですけども30秒と短い時間の映像なので。 まあえー、と総合的にはです、ね、順位も低っか,かったんだろうなという,ふうに思います総合総合順位であの上の順位になったのは全部ドキュメンタリー部門とかですね、えー、とドラマ部門とかいってちょっと長編の7分から10分あたりの映像ですねあ、まあ、ヨハネフが作ったような映像とかも含めてですねそういった映像が上位だったので来年はですね あの長崎協会からはそういったドラマ部門とかドキュメンタリー部門をあの4月から毎月制作していくことになってますのであの、まあ、こういったものに力を入れたいなと思うんですねあの実は長崎協会の初情作の映像はです、ね、あのドラマ部門でです、ね、あの盟友井兄弟と、ね、井牧師がご夫妻が。あの 井澤君が太郎君役で,です、ね、<laughs> あのあの出演した、まあ、3人の名優が出たのが、まあ、長崎協会の、まあ、ドラマ、まあえーと映像な、映像なんですが、あれドラ,ドラマの部門になるんですね、なので、まあ、長崎協会、最初からそれやってるので、ぜひですね、まあ今年はです、ね、そういったさ制作をしたいなと思いますで、映像セミナーがあったんですね、その2日目の夜に、映像の制作の作り方ですね。よくあの 秋元牧師を超えたときとかあの、安定教会の,あの礼拝の時には必ず1分動画がありますよね、あのクリスチャンのキーポイントですね、であれを制作する、えー、制作の、まあ、過程をです、ね、見させていただいたわけなんですね、実際に制作する、えー、ところをですね。でまあえーまあ、技術的には あのもちろんまあ学んでいたことから、まあきまあ、あとそんな特別に難しいことをしているわけじゃなくて、まあ、ある機材が必要であるんですけどもそれ機材があればできるわけなんですけどもそれが印象的だったのはあのチームとしてやっているわけなんですね。あのー、よくとか、あのー えーとデニス・ヒカルボフ氏が、あのー、キーポイントで話してますけども当然そこ、その2人が出演するのはその2人とかあと佐藤さんですね佐藤さんとかぐらいなんですけどもあれははっきり言うとまライターがいて、照、まあ明,ね、明がいてあの音楽を作る人がいてそれぞれの役割があってチームで成り立っているわけなんですねで1分間の制作をするのに本当にあの何人もの、えー、と7人ぐらいの体制でやってるみたいなんですけども。 えっと、それだけのチーム力が必要なんですね。なので、これからなさ協会としても、映像制作にどんどんたくさんの方関わっていければなというふうに。本当に率直に思いましたし、あの、この4月以降の制作にですね、ぜひ皆さんもどんどんですね。参加していただければなというふうに思っております。で、もう一つあったのが、カリスマの働きですね。カリスマの働き、これは、はっきりと週末の働きに、はと直結する。もう、かか、もう、リバイバル、そして、週末の働きまで、とい関わってくる働きなので。どんどん用いて、いかなければならないわけなんですけれども、これを具体的に。 じゃあ実際的に特訓しましまょうっていうこといこでやっていきましたであの私は1日目に知恵知識のたまものを用いるっていうことをしてきたわけなんですね、えー、まあ具体的に話すとちょっと時間長くなるのであれなんですけども知恵知識のたまものを用いた時にじゃあ具体的にその技が現れた人っていった時にある方は手を挙げてくださって私がですね、えー、っと知恵知識を用いて目が癒された方がいますっていうことでたまものを用いてやったらですねあ私癒されましたって方がいらっしゃって。 すごくその時に聖霊様が働いてくださっていたわけなんですね。あ、確かにそうやって会り鳥の働きが現れるっていうのが具体的に来てるんだなと思,思わされたのと、もう一つはえ2日目の日の,の夜の聖会の中で予言がえっと牧師予言があって、えっと秋元牧師とあと不思議。夫人が。あのえー、予言をされたわけなんですよ。集会の中でその時の予言がすごく印象的だったわけなんですね。一つはまあ、教会を土台とした働きは？ えーえー、進展し発展しし発てていいくっていうっう言だたんですねでその中で働きは多種多様化していく例えば賛美体とかインターネットとかです、ね、映像とか多種多様化していくそれゆえビジョンをしっかりと捉えなさいそして言われたのが使命と飯を全うすると日が来たっていうふうに言われたわけなんですね。で えと使命と飯がもう全うするときそれを聞くとかそういった段階ではなくてもう全うするときなんだよということが微妙として語られていましたこれはすごく私自身の中で心に響いた言葉だったんですねあのて何かというとすごくそれを聞いたときに この、まあ、焦りといいますか危機感といいますかですねそういったものを感じたわけなんですね、よく聖書の中であのあの賢い娘と愚かな娘ってありますけれども、わりの時代に備えができていた人と備えができていなかった人ですねで、それに関してすごく思わされてこうあ、使命と飯に立たないといけない、そこを全うする時がもうすでに来たんだということをその時きに学ばすごく思わされました。でこのえー、今 あのれ、ー、全体でこの裁きのこととか終わりの時代の裁きのこととか敬虚のこととか繰り返し学んでいますけれどもそのポイントは何かというとこの人生の中でこの地上で与えられているこの人生の中で神様,の神様が、えー、用意されているその御心の人生を送ったかどうかがポイントですということを毎回学んでいるわけなんですけれどもその上で私たちは使命と名詞をはっきりと捉えていくということはすごく大切なんだなということを答えたわけなんですね。 でもう1点、えー、もう1点ですね私自身、個人的にですねあの祝福されたことがありまして、何かと言いますと、あの食事を2日目の食事の日なんですが、お昼ご飯を食べたんですね、でお昼ご飯はカレーなんですけども、もバイキングじゃなくてカレーなんですけども、もカレーを食べてまして、まあえー、適当にまあ座ったら、まあ、ある男性と向かい合わせにこう座る形になったんですね、でまあ、以前からまあ顔もしていてあの、こんにちはって挨拶はする程度の。 方なんですけども私はちょっと23個ぐらい上の年上の方なんですが、えーまあ、一緒に食事をしていてお話をまあしてたわけなんですねで、まあ、楽しく話をしてましたで話をしていたらですね、えー、とその方がおっしゃってくださるわけなん何かというとあなんか松本さんとはすごく話しやすいですって言ってくれたわけなんですね。でなんか あのー、あそうですかって言いながら、まあ、いろいろこうはなお話をしておりましたでそしたらそう,したそうこうしているうちにちょ,ちょっと2つ3つ離れた席からですねあるいはご夫人が写真をパシャッと撮ってですね描いたわけなんですね写真撮っていいですかって言われてで私はてっきりなんかこうブログ担当の方だかなあの,のぞみちゃんの人みたいな人ですねあのブログの人かなみたいなと思ってですねあはいと思ってこうピースみたいな話で、まああのーまあ、普通に写真を撮ってもらってあのそのまま終わったんですけどもまあその その男性とまたちょっとしばらくお話をしていたら、その男性の方が、自分は実はこういう,う,いう問題があって、こういうことを今、祈ってるんですってことをおっしゃったわけなんですねあ、でも神様がいるから大丈夫ですよってことを話して、2人でこう話して、そしたら、その男性の方も、あなんかすごくこう元気になって、ですねまた席を立って、まあ、食事をしますって、席を立って帰ったんですね、で私はまだあカレーを食べてる途中でしたので、食べて,食べてましたら。 写真を撮られたご婦人の方があの私のところに来てくださってあ,のありがとうございましたと言われたんですね。何かなと思ったら実はその男性のお母様だったんですねでそのお母様は言われたのはそのその、まあ、その息子さんですね息子さんが誰かとあんなに親しげに話すのを初めて見たとおっしゃったわけなんですね。で、あのでえっと その姿を見てすごく嬉しかったとおっしゃってくださってそれを聞いて私もすごく嬉しかったんですねであのあ神様がこんな自分を通しても本当にそうやって働いてくださったんだなということを回されてあのされましたでその次の,あその夜の集会の時にちょうどその男性同じ男性とですね、まあ、すぐあのあの集会で、えー、夜の集会の時に座る場所が近かったんですねそしたらその方が言うわけなんですね 松本さんは包容力がありますって言われてですね <laughs> あの、まあ、30代のおじさん同士で包で容、ね、力とか言ってもなんか気持ち悪いんですけども包 <laughs> 容力がありますとか言われてですね <laughs> 言われたんですねであのあ神様がお手を使わせてくださったんだなと思ってすごく恵まれたときを持つことができましたであの、まあ、キャンプ全体の恵みとしては本当にこの映像の事柄とかカリスマの事柄を通して学んだことはすごく大きかったんですけどもこれからの働きの備えとしてですね実際に じゃ、何をすべきなのか、どうすべきなのかっていうことをたくさん学ばされました。で、まあ、えっ、ー、とまあ、限られた時間の中でなかなか全部ということはいけませんけども、あの特にですね。あの飯、そして紙面の時が。 来たんだってことからはですね、すごくあのですね、あの今回私自身としては心に響いたので、ぜひそのこともですね、皆さんには分かち合いたいと思いました。本当にお祈してくださった皆さんに心から感謝したいと思います。えー、それではお願いいたします。先頭様、この証の時をありがとうございます。続きまして、豊かに導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。お祈りいたします。